川鍋共済記念美術館は、埼玉県蕨市にある、幕末から明治時代にかけて活躍した、絵師、川鍋共済の個人美術館である。公益財団法人、川鍋共済記念美術館は、浮世絵師、または狩野派の絵師として知られている、川鍋共済の画業を検証、彼の門人たちの活動について広く認知されることを、目的に創設された、 1944年に強制疎開により、埼玉県わらび市に今日移していた、教材の彦、川鍋くすみが自宅を改装した上で、1977年11月3日、開館した。当初は、川鍋くすみが、眼界委員の委員長だったため、現在の第一展示室だけが、川鍋共済記念美術館で、休診日の木曜と日曜祝祭日のみ開館していた。 川鍋くすみは美術館設立当初から研究や出版も目的に据え、開館の翌年には川鍋教祭研究会を発足させ、講演会を開催し、さらに1980年に研究し、教祭を創刊している。また、教祭の弟子でもあった、ジョサイアコンドル65回忌や、教祭の90回忌、99回忌などに、節目のイベントを行っていった。 1986年3月に財団法人の認可を受け、2012年に公益財団法人へ移行した。代々河辺家に伝わる学校、死体など3000点余りを収蔵品の中心とし、買い戻した、教済の肉筆画や、門人の作品の展示を行っている。また、年に1回のシンポジウムと、年2回の研究発表会を行うなど、 共済研究の中核を担い、他の機関や研究者と協力し、共済の評価を高めることを目指している。ありがとうございます。